これいないこういう人ね。はい、皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日ですね、皆さんにお伝えするテーマはリズムについてちょっとお話したいと思うんだけれども、皆さんリズムって、結構大事だと思うんだけど、どういう感じかな。 1,2 とか、スタッフさんはどう？ 1,2 1,2、ああそうだね、 1,2 で 1,2、 まあいい、悪くはない、ただ悪くはないんだけれども、この1と2のつなぎ目のとこあるね、ここがすごく重要になってくるんだよ。でみんなね、1で1回切るんですよね。でこれが結構問題だ。どういうことかちょっとやってみます。スイングのイメージで言うと1,2っていう風な感じ、うん、ですよ。1,2ってこうね、だけどよく考えてみて、あのトンカチ叩くとき1はぁーって言ってたら危ないね。1,2ってなっちゃうわけ。どうするかっていうと、トントン、流れを作るっての分かるかな。例えばここの、こことここにつなぎ目ある？ないね。こうつなぎ目ってある？このしてないよね。つまり動きっていうのは流れがあるんですよと。そうすると 1,2 じゃなくて、どちらかというと 1,2 とか、こう1の2 1,2の3とか、なんかこう流れを作るっていうのが結構重要になってくるんですよね。こう例えば流れを作っていくと、こういう感じ。それが1,2ってこうね、なんかこう一瞬ここで切るような動きを入れてしまうと結構まずいわけで、ここを少し気をつけなきゃいけないっていうのが今日のお話です。スイングをね、止めないっていうことで言うと、打ち急ぐんじゃないのっていう話があるので、じゃあどうしたらいいかっていうと、まずは、流れの中に大きく振るってすごく大事なんです。大きく振るね。だからまずゆっくり大きく振ってあげる。大きく振ると助走距離が長くなったなれば、絶対に急ごうと思っても急げないでしょ。だから一番大事なのはテイクバックのスタートなんですよ。ここは絶対広く作りたいの。ここがね、遠くない人っているんですよ。ここを遠くしないと飛ばない。で、ゆっくりならないから、まずここをまず大きくしていくと。で、結構ここでこういう人多い。ここら辺にしかちっちゃく上げちゃう人ね。なので、ここを広く大きく。ね、そして、打っていけば、割と急いで、スピード、急ぐっていうか、スピードつけても、ここを大きくすると、こうあまりね、早く見えないというか、ここを大きくしてあげるとある程度滑らかになりますよというのが一つですね。では実際ですね、リズムの取り方の、方法をちょっと何点か、おすすめをお話します。一つ目は1,2、先ほどお話しした 1,2の3 ね、2のとか、その間を作るのところで動きを入れてあげる、止めないっていう感じですね。ですから構えて、ちょっと喋りながらいきますね。 1,2の3、 こんな感じですね。もう一回、 1がアドレスなんですよね。1で一回ちょっとこっちに踏み込んで、 1,2 ですね。 1,2の3。このリズムですね。もう一回、 1,2の3、 これが一つですね。でもう一個が、もう一つあって、これが1で打つんですよ、ね、一回も止めない。だからそのためには、こっから一度踏み込んでから1、これが一回ですね。もう一回、1、これ結構ね、飛ばし合いやってるスイングリズムだね。僕はね、これだとちょっと振り遅れるんですよ。
ちょっと急ぎっていうか体が早く入っちゃうんで、僕は 1,2 の3、僕は 1,2 の3、結構ね人によって違っていて、ただなんかこうぶつ切りの 1,2,3 とかこう切っちゃうような動きになると、リズムというのが急いじゃって、結局なんていうのかな、行って帰るところに誤差が生まれちゃうんですね。流れを作ると誤差が生まれないんですよ。でこれすごい重要、トンカチとかでも一緒ですよね。ここをねちょっとねしっかりと覚えていくと、ドライバーとか調子悪い時に、うまくいったりします。でそこを言うとプレショットルーティン、打つ前からリズムを作っていく、これが今日の最後のポイント。どういうことかというと、今の 1,2 の3をこのアドレスに入る前から流れを作っていく。どういうことかというと、ここから 1,2 の3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 、こういうふうにね、どうしてもこう音楽ってずっと流しておかないと、いきなり音楽って流されないでしょ、いきなりリズムに乗れないじゃない。だからもう打つ前からリズムに乗っておく。いち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 とかね、こういう風にしていくとどうですか、リズムが合うでしょ。これゴルフが上手い人と下手な人の差はそこなんですよ。もうこれいない、こういう人ね、ここまで急いでいきなり打つのは無理でしょ、ね、だから歩く、カートに乗らないとかね、そういう人もいるよね。こういう風にしてこうゴルフってリズムが大事だっていうのはこれで分かったと思うんです。スタッフさんどうですか、考え時は自分でラウンドしてみて。行ったりしなきゃいけない時はやっぱり急いで打つんですけど、やっぱりドツボにはまってうまくいかなくなります。みんなそうなんだよね。だからそこをなんとかしたい。だからやっぱり打つ前のところで一回深呼吸するとか、今一番難しいけどみんなよくアドバイスするのが、打つ前まで急いで、打つときはゆっくりだよねまあそこが重要になってくるんで、まあ、でもやっぱりそうなってくるとリズムって自分でアドレスのこう後ろに立って打つところからリズムを作ってください。ちょっと最後に仕上げのルーティーンからスタートして打ってみます。ここから 1,2 の3、この歩くスピードも 1,2 の3で、1,2 の3 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 1,2 の3。こんな感じですね、スイングしていただくとティーショットめちゃめちゃうまくいくようになるんで、ぜひですね練習をやってみるといいと思います。ではこのチャンネルではね、僕のレッスンの気づき、これを毎日更新しているので、ぜひともねチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わります。さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。